はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。瓶の世界ちょっと待って。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。瓶の世界で20人で生きる続きやっていきたいと思います。今回は第6回マルチなのかな。はい、ということでね、ででん、はい、こんな感じでね、皆さん集まってもらいました。今日はね、こんな感じのメンバーでね、やっていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この人も巨人、これは巨人じゃないか。巨人がね、ここに一人ここにいて、もう一人ね、ここにもね、巨人、ちょっと薄い感じの、今回なんですが、ちょっとね、一個ね、結構難しいクエストが残ってて、エンダーパールをね、10個集める的なものがまだ残ってるんですよ。それが結構ね、大変なんで、これか、エンダーパール10個。これが結構大変なんで、これちょっとね、皆さん重点的にね、あとその隣にね、このクック10フィッシュってのあるので、釣りもね、今回解禁しますので、釣りする方はね、ぜひあそこのネザービンにある池を使ってね、釣りをね、してってください。ピースピースピース、そう、ピース風になってるか、ちょっと一旦ね、難易度を変えましょう。イージーでいいよね、イージーにします。よいしょ。で、私はね、ちょっと最初にこのウール関係のものをね、クエストクリアしていこうかなと思いますので、じゃあ皆さんどうぞよろしくお願いします。今日も頑張ってください。 ありがとうございます。ハートマークまでつけてもらってね。ウールがまだね、全部揃ってないんで、ウールちょっと探していくか。羊2匹しかいなかったっけ。3匹にこの前増やしたような気もしたけども、2匹になっちゃったよね。なんか落ちちゃった。なんでそんなところにいるの。これもう取れないよね。そっか。まあそんな日もあり、珍しく仕事してる。私も仕事しかしてないから、夜になったら一旦皆さん寝ますか。一回出だし寝ましょう。じゃあね、寝てる人 のスキンを一個ずつ見ていきますかね。これ牛なのかな、マッシュルーム牛。浴衣だよね、ユカタン半島。ちょっと私あんまアニメとかわかんないんだけども、 なんかでしょうね。あ、これ YouTube のマーク何回か見たことありますね。ここなんか見えてんだけど。気のせいだね。あ、これもなんか何回か見たことあるような。あ、で、ミックミックね。これ右がエンダーマンで、左が、なんだろうね、わかんないな。で、剣持ってて、スティーブじゃなくて、なんだっけ、これ。スネークじゃない、スニーク。あれスネークでいいんだっけ。これ、あら。あら、ちょっと、大丈夫君たち。ちょっとクチクチし合う仲じゃないの、大丈夫かな。あ、で、はい、ペンギンで、あ、これなんだかわかんないやつで、これなんだっけね、これもよく見るんだよね。で、これもなんだろうね、まあ、可愛らしい感じ。あ、匠な感じでね。うん、こっちには巨人がいて、こっちサボテンさんがいてね。うん、っていう感じです。はい、体育さん。ね、以前は申し訳なかった。じゃあね、続きやっていきます。僕みんなね、一応ここはしごあるからね、はしごから行けばベチベチってなる。じゃあまずはイエローウールを作って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、これでイエローウールクリア。ピンクウールを作りましょう。よいしょ。これでピンクウールもクリア。グレイウールを作りましょう。ウールをみんなに売るみたいな。グレイウールをクリアして、ブラックウールをよいしょクリアして、ウールがまだね全然足りない感じなんだよね。レッドウールを作ってで、とこんな感じで、とりあえずは、あとライムグリーンとグリーンとライトグレー、あと30個か。30個なんだけど、あとね、このペインティングがあるもんでね、額縁だっけ、これ額縁、壁紙、絵画だっけ、絵画とかがあるもんで、まだね一応ウールは欲しい。あ、ここにもオレンジウールあるわ。社員イコール優秀、社長イコール優秀ね、社長も社員もね、みんな優秀だから、うちの双葉会社はね、株式会社双葉会社会社2個ついちゃった。結構みんな優秀だからね、もうサボっちゃえ。逆にね、サボることにこう誇りを覚える的なね。自宅警備員派遣会社、なんかあんまりあれだね、響きが良くない。朝足みたいな感じになっちゃうから。あ、ここちゃんと直したんだね。なるほどね。でも上から降りてくるときにさ、また壊れちゃうような気もするんだけど、大丈夫かな。こっちから、あ、いけないもんね。ここどうしようね、これ。あ、いけるんだ、ここ横に。なるほど。ちょっと今怪しい動きしてたよ君。ここ普通に、ありがとう、ありがとうね。うん、怪しいって言ってごめんね。自分で優秀って言っちゃうあたり系実況者。言っちゃう系優秀実況者だよ私はね。うん、まあ、自分のことをね、優秀って思ってない人が動画作ってもね、面白い動画は作れないだろうっていう、そういう感じ。この子、そうか、この子もうさ、ダメだね、使い物にならないですね、この子。これ食べれないもんでさ、もう二度とこれ毛が生えてこないっていう感じだもんね。どうしようこの子、どうする、肉にしちゃう。生かしてやってください。じゃあね、ちょっとダメっていう人が何人かいるんでね、私優しいんで。私ね、実況社会一優しい人間なんでね。誰かさ、
トラップタワー作ってくれてる人いるかな。エンダーマンを倒す用のトラップタワーが欲しいんだけども、誰か作ってくれてる。生かすでしょ。生かしてます。大丈夫ね、イカちゃんと同じ。雲倒そうか。雲倒して何個か糸作って、私もちょっと釣りしようかなと思います。釣りね。あ、みんな倒してる。あ、鼻がかゆい。ちょっと待って、鼻がかゆい。雲倒す役いるわちょっと今回結構優秀な方が集まってる。あ、じゃあ釣り竿作れるから釣り竿作ろうかな。そうそう、あのね、動画でちょっとお話ししたんですけども、6月の1日からオープンレックで毎日生放送始まりますんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。釣り竿もう一個作れるから、ちょっと誰か釣り来てよここはね、釣り竿置いとくんでね、ぜひね、暇な方いたらね、ここ釣り来てください。ね、ネザービン行きますのでね。よし、じゃあね、誰が最初にエンチャントボン釣れるか勝負ですよ皆さん。これでもね、エンチャントしてないからね、結構釣りにくいんだよね。ちょっと、マジで、え、すげえ。それ、え、これ何、これ何のエンチャント。あー、効率強化さん。え、何この人すごいんだけど、マジか。やば。普通に負けたわ、今。やることが違うね。私も引く。あー、今日巨人さんいるんだ。今日巨人さんね、二人いますよ、二人。ね、ほら。巨人の生肉がいる、生肉が。あ、まあいいや、私、無理です。ちょ、ここね、一個置いとくんでね、みんな、ちょっと、誰かもう一人。釣れるんで、ぜひね。これ絶対絡まるでしょ、これ。あ、次誰が釣れるかちょっと予想しよっか。あの子釣れると思う、私。あの子。ね、YouTube。あ、誰かわかんねえ。まあいいや、この仕事はね、みんながしてくれるから、私他の仕事しよう。羊を助けてあげて、釣り竿で。あー、ね。釣り竿で羊を助ける。なるほど。ちょっとやってみようか。エンチャントしてください。エンチャントをね、するためのレベルがとりあえず足りないのと、エンチャント本を使って、エンチャントつけるための、なんだっけ、あれ、鉄じゃなくて、鎌じゃなくて、大釜じゃなくて、金床か。金床がね、ちょっと作るほどの鉄がないっていう感じです、今。みんなね、家作ってもらったはいいんだけどさ、この家のさ、天井の湧き潰しをやってない人が多くて、それでね、匠とかが結構湧いちゃってるんで、さあ、ちょっとね、遠くの方に行ってる人はね、行き過ぎだね、それは。二人も行ってたね、はい。もうちょっとね、下の方にあるから。何これ。あ、松明。あ、湧き潰ししろと。あ、これ全部。あ、あと一人こっちいるね。あ、それ行き過ぎだね。行き過ぎ、そう、行き過ぎ。はい、もう、あ、二人もいたね。皆さんおはようございます。はい、どっちだろうね。ちょっと一旦ね、クリエイティブにして。湧き潰ししてきますね。これちょっとね、しょうがないということでね。あ、この辺、大丈夫ですね、この辺は。この辺とかね、ちゃんと湧き潰しを。これ、これ半ブロックなってるから大丈夫。あ、結構みんな忘れてるね、やっぱ。ちゃんとね、松明を置きましょう。で、何をしようかな。あ、釣り竿を作って、羊を助けてあげてほしいってのをいたんだけど、双葉さんに仕事を残してくれた。あー、まあちょっとありがため、じゃあちょっとね、羊さんをね、助けに行きます。あ、これこの流れもしかしてもうすでに助かってる的な流れとか大丈夫かな。なんか嫌な予感がプンプンするんだけども、いる。あこれ果たして助かったのか、それとも死んだのかがちょっとわからない。あ、4匹になってる。あ、はい、助かってますね。はい、もうなんかいつもの流れですけど、私が仕事をする前にね、仕事をもう取られてしまうという。あとね、サボテンがね、まだ全然、私今持ってるんだけど、あれ、あ、いつの間に増えた。グリーンが一気に増えてんだけど。あ、ありがとう、取ってきてくれた人。あ、じゃあ、あと3個でこれ全部かな。これでもしかしたら全部かな。ちょっとやりときますかね。社長がするって言った時にはもうその仕事は終わっている。それが双葉社だかっこいいじゃん。オレンジを作って、オレンジウールを作りました。オレンジウールもクリアですね。グリーンのウールを作りました。これで右端のグリーンウールも完成ですね。ブラック企業。いや、超ホワイト企業だよ。だって一週間に一時間しか働かないんだもん。かなりホワイトじゃない？給料も出ない今日ね。皆さん、双葉社長に何してほしいですか？仕事はしてるからね、多分もうみんなね、満足してんだと思う、きっと。よいしょ。入んなかった。あれ、全部入ってる。あ、なにこれ、シチューを向こう取り行ってこっち、取り行ってこっち行ってっていう風にやってくれてる人がいるんだ。いやー、仕事マンですね。